その日はちょうどバレーボールを練習をしていて、地震が起きてすぐに携帯で気仙沼が津波かぶってしまった、とにかく上に上がれっていう指示をした時にですね、バレー部の子たちは自分たちだけ逃げるんじゃなくて、あっちの方に弓道部がいます、あっちの方にまだ別な人たちがいますということで、他の部活の子どもたちなんかを誘ってですね、校舎の3階以上の方に逃げてくれた。遠くで海が盛り上がっていくんですね、黒くすごく高く盛り上がって、防潮林があるんですけども、その遥か上をですね、黒い山のような水がうねっていまして、その時ですね、奇跡的にこう波が崩れまして、その後は真っ黒い水が車を押し流していって、大変な光景にはなったんですね。東日本大震災により壊滅的な被害を受けた東北の太平洋沿岸部、この地に笑い声と明るい笑顔が戻ってくることを信じて、全国の経済同友会は被災地域で活躍する若者たちを育てる取り組み、一歩一歩日本プロジェクトを始動させた。地域の経済活動の担い手を送り出してきた専門高校では、津波や激しい地震で校舎が損壊したり、実習用の教材が失われるなど大きな被害を受けた。高校生は実習授業が受けられず、教育の機会を失っていた。政府の復興予算では実習機材の購入が進まず、また購入できる機材も震災前の原型復旧に限られていたため、専門高校では産業現場に即した授業ができなかった。被災した高校の生徒が教育の機会を失うことがないように、現地へ足しげく通い、各高校の要望に基づいて経営者ならではの独自の視点でスピーディーに教材を送り届けた。一歩一歩日本プロジェクトを2011年7月に立ち上げた長谷川康親と滝茂雄に話を聞いた。やっぱり復興の一番の源泉エネルギーのもとはやっぱり人材の育成であるということで、少しでもモチベーションアップにつながったり、まあそういった形で還元できるんであればですね、これに勝る喜びはありませんし、まあこの国に住んでる仲間としてね、いい協力ができたのかなと。まあ支援というよりもその協力とかお手伝いとか、まあそういう認識でしたね。被災をして新たな学校をやはりスタートさせる段階で、一本のペンも一本の鉛筆もなかったんですよってことはよく先生方おっしゃってました。こういう高校というのは専門高校ですので、やはり授業に関係するようないろんな機材なければ、学校としての教育活動、学習活動というのは成り立たなかったと。満足な教育環境が作れなかった部分、そういった部分を経済同友会さんからたくさんのご支援をいただいて、震災前と同じような教育活動ができたという部分では大きかったですし、ずっとまあ感謝の気持ちでいっぱいでしたよね。実施をするにあたってはやっぱりそれなりの機材が揃ってないといろいろできないという状況があって、もう途方に暮れたと思いますですね。希望したものがすぐに目の前でこう設置していただいて実習できるようになるもんですから、子どもたちの随分励みになったんじゃないかなというふうに思いますですね。先生たちの方が難しかったかもしれませんですね。生徒を亡くしたことも悲しかったと思いますけども、同僚、加えて同僚だったので、やっぱりだいぶショックを受けていらした方が多かったなということで、子どもたちはですね、こんな辛い目にあって苦しい状況でもですね、明るく元気で挨拶もいい、我々を励ましてくれるような存在だったなということで、生徒はすごいと。
決められた実習をやらなければいけない。結局物がない中でやる実習なので、どうしたらいいだろうってみんなでこう工夫しながら考えて知恵出しながらっていうのが最初の始まりです。支援していただいた先輩なんかが来た時には、今までやっていた実習がまたできるわけですから、子どもたちもそういうの目的に入ってきてる子いっぱいいましたので、すごくこう助かりました。宮野先生方は生徒が元気になってもらえるようにということで、いろいろ本当に錠剤を出してくれたり、大切な時間を使ってくれたり、生徒のために一生懸命英知を出していただきました。まあ、ある意味震災は不幸でしたが、宮野は本当に生まれ変わった、良くなったっていうようにおっしゃってくれる方がいっぱいおります。それはやっぱり原点にたどればですね、こういったスピーディーな支援していただいた、その賜物だったなというように、本当にそれは感謝しております。津波がドーンと突き抜けた教室の方は机がないんですよね。外にこう投げ出されている状況でした。で、子どもたちもそうですし、先生方も諦めなかったです。ご支援をいただいた機械や機材、機器については最新式の機材機だったので、えっていう思いがありました。で、子どもたちは新しい技術が詰まったそういう機器や機械を使えることができているので、教科書だけではわからない今の新しい技術に触れることができたことは本当に考えられないことだったんだろうと思います。